こんばんは、ブルベル人の佐々木です。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が7月の23日の、夜の21時に掲載される商品となっております。サイズ、状態、金額等のお問い合わせはブルベル人ウェブストアの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。まずは T シャツからご紹介させていただきます。このタグがこちらですね。オニータのタグです。サイズ表記がラージですね。今ちょっと流行っている犬T 系ですね。アラスカンマラミュートっていう犬種らしいです。一番あんま知らなかったです。でこちら、水の通ってない、個体になりますね。はい。バックは無地ですね。でサイズ表記ラージで、縮みが入ってないんで、ニータ結構ちっちゃいボディ多いと思うんですけど、まだすごいゆったりと着れるいいボディですね。でこちらでお値段が9800円と消費税です。続いてこちらですね。タグがデルタのサイズ表記がラージですね。でこちら全体にニコちゃんマークがプリントされてます。はい。フェイスイットスマイルですね。でもシンプルに可愛い一点かなと思います。男性女性どちらにもおすすめできる一枚ですね。でサイズ表記ラージというところで自分がゆったりと着用できるいいサイズ感となっております。でこちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね。タグがこちらがつきます。サイズ表記がラージですね。で、パームツリーがプリントされてて、でカリフォルニアと非常にいいグラフィックの一枚かなと思います。で嬉しいのがこのバッグにも入ってます。はい。脇割りじゃないんで、こう一周、こうプリントされてますね。はい。で状態としましては、こちらに汚れがあるのと、こちらもですね。あと一箇所こちらに破れがポツポツとございます。はい。で、サイズ表記ラージで、自分が、ゆったりと着用できるいいサイズ感となっております。でこちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね。ジミーズですね。はい。でサイズ表記が、S とミディアムのサイズになってます。でこちら黒ボディに、全体的にこうジミーズのロゴがプリントされてて、まあ、黒ピンク、すごいいい配色だと思います。はい。でサイズもすごいゆったりと着用できますので、いいサイズ感です。でこちらでお値段が12800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらがつきます。でサイズ表記ミディアムですね。で白ボディに染み込みで3段プリントが入ります。プリントの入り方非常にいいと思います。はい。でもう非常この年代にしたらボディのコンディション非常に良好かなと思います。でサイズ表記ミディアムというところで自分だとちょっと小さめのサイズ感になってしまうんですけど、この辺細身の男性女性におすすめです。こちらでお値段が25800円と消費税です。続いてこちらですね。タグがこちらがつきます。でサイズ表記ラージです。でもこれはもう言わずもがな系ですね。めちゃめちゃいいですね。アメリカ好きな方ぜひといった一着ですね。はい。でボディの状態も、毛羽立ちはちょっとあるんですけど、ただ、目立ったダメージや汚れ等はないですね。色つりとかもないです。でサイズ表記ラージというところで、自分が着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が15800円と消費税です。続いて、シャツ系ご紹介させていただきます。まず最初に OP ですね。でサイズ表記がミディアムです。白ボディに、プルオーバーの形になってますね。で、OP らしい、グラフィックが入ってます。で、バックは無地ですね。で、サイズ表記ミディアムですが、自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。で、こちらの、で、お値段が、6800円と消費税です。続いてこちらですね。レインスプーナーのボディになります。サイズ表記がミディアムです。で、総柄でプリントが入ってますね。アメリカの国旗だったり、ハイビスカスだったり、面白い一着かなと思います。はい。
で、サイズ表記ミディアムというところで、自分が全然ゆったりと着用できるいいサイズ感となっております。でこちらでお値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも同じくレインスプーナーのものになります。でサイズ表記が XL です。で先ほどのものとは違ってこちらプルオーバーの形になっております。で3点止め、古着好きには嬉しいディティールかなと思います。でこういう感じで総柄でプリントが入ってます。でサイズ表記 XL というところで自分がガバッと着用できるサイズ感となっております。プルオーバーだとサイズ少し大きめの方が着用しやすいかなと思います。こちらでお値段が6800円と消費税です。続いてロングスリーブシャツのご紹介ですね。まず最初にラルフローレンですね。でサイズ表記ミディアムです。こちら 100% コットンのボディですね。でちょっと淡いピンクベースに胸元にポニーではなくワンワンが入ります。でバッグは無地ですね。で全体的にコンディション非常にいい一着かなと思います。でサイズ表記ミディアムというところで自分が程よくゆったり着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてウエスタンシャツをご紹介させていただきます。タグがこちらですね。おそらくローバックスのエンジがされてたのですが、かなり薄れちゃってます。でサイズ表記がミディアムです。でまだ、色もそこまで落ちていなくて、でボディ自体は着用感はあるんですけど、ただ目立ったダメージや汚れは見当たらないですね。でサイズ表記ミディアムというところで、自分が程よくゆったり着用できるいいサイズ感となっております。でこちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ビッグマックです。でサイズ表記が XL ですね。はい。でこちらも同じくウエスタンの形になっております。はい。でこちらもコンディション非常にいい一点かなと思います。でサイズ表記が XL というところで、自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。でこちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね、ラングラーのシャツを1点ご紹介させていただきます。サイズが17ですね。で、こちらが状態なんですけど、裾がですねちょっとこういう感じでステッチがほどけてしまっている点と、脇のステッチが縫い直されてるんですかね、おそらく。ちょっとこういう感じで、なんか変形している感じですね。こちら側は通常のステッチとなっております。はい。で、バックがこういう感じですね。まあ、綺麗に縦落ちは入っている個体かなと思います。でこちら、サイズ表記が17なので、自分がゆったりと着用できるサイズ感となっております。まあ、この辺雰囲気で1点持ってても、いいかなと思います。ません。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね。こちらブランドがリーですね。サイズ表記がミディアムとなっております。で、そうですね、全体的にこちらもコンディションすごい良好かなと思います。でもさらっと着るんだったらもうこの辺がいいかなと思います。でサイズ表記ミディアムで、自分が気持ちいっぱい着用できるサイズ感となっております。でこちらでお値段が6800円と消費税です。続いてこちらですね、フォアモストになります。でこちら、フルスナップ仕様で、イチゴボタンがついております。で白ベースに、赤と黒の、チェック柄ですね。黄金配色じゃないでしょうか。はい。で、バッグが、こういった感じになっております。で、ボディ自体のコンディションは、非常にいいかなと思います。でこちら、サイズ表記が、なかったのですが、サイズが、14程度かなと思います。自分にはちょっと小さいサイズ感とはなってしまうんですけど、細身の男性や女性におすすめです。こちらでお値段が19800円と消費税です。で続いてベストを1点ご紹介させていただきます。タグがこちらですね、リーですね。でこちら見たらわかると思うんですけど、デッドストックの個体になります。はい。でサイズ表記がスモールですね。で本当まだ、水の入ってない状態なので、もう色も濃い濃いで、コンディションも言うことないかなと思います。でサイズ表記が S というところで、
この辺本当、ジャストに着用されたいとか女性の方におすすめの一点です。でこちらでお値段が6800円と消費税です。続いてセーターを一点紹介させていただきます。じゃあケニントンのタグがつきます。でサイズ表記がミディアムです。で結構やっぱよくあるディズニーのパターンの、セーターになっております。まだ季節ではないんですけど、この辺秋冬に向けて買っておいていい商品かなと思います。でサイズ表記ミディアムというところで、自分が気持ちゆったり着用できるいいサイズ感となっております。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてスウェット類ですね。まず最初にこちらからですね、タグが F ルーツオブザルームになってます。でサイズ表記がラージです。でこちらコットンポリエステルが50/50のボディとなっております。で赤ボディに、ちょっとあれですね、色が発色のいい青ですね。この A パターンのイエール珍しいかなと思います。なかなかない配色ですね。でバックは無地となっております。でこちらボディの状態非常に良好ですね。はい。でサイズ表記が、ラージというところ でラグランということもあって自分が、全然着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が、7800円と消費税です。続いてリバースウェーブ2点紹介させていただきます。刺しシュータグのサイズ表記がミディアムです。でこちら、パーカータイプとなっていて、でプリントが2段大きく入ります。で気持ちあれですね、プリントが上に入ってて、でプリント自体もでかいので、なんかあまりこの、プリントバランスのもの見かけないかなと思います。で、バックは無地ですね。はい。サイズ表記がミディアムというところで、自分がジャストで着用できるサイズ感となっております。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてこちらですね、タグがこちらです。でシュータグでこちらサイズ表記が XL ですね。でフロントにラバープリントが入ります。マイアミと入りますね。でオレンジ緑のみのプリントとなっております。あ、すみません、白も入ってますね。はい。で、状態なんですけど、こちらも、特に目立ったダメージや汚れ等は見当たらないですね。でサイズ表記が XL というところで、自分がガバッと着用できるいいサイズ感となっております。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてヴィンテージセット数点ご紹介させていただきます。じゃあタグがこちらですね、チャンピオンのランナーズタグになっております。でサイズ表記がミディアムです。でグリーンボディに白のラバープリントが3段入ります。このプリントのひび割れてかすれている感じ非常にかっこいいですね。で状態なんですけど、こちらにペンキ飛びのようなものがあるというところと、あとまあ全体的に3フェードしてますね。ほんとこの辺の雰囲気すごいかっこいいと思います。でサイズ表記ミディアムなんですけど、この年代にしてはそこまで縮みが入っていないのかなと思います。自分でも全然着用できるサイズ感です。でこちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてこちらですね、タグは欠損しております。こちらグレーベースに染み込みでフロントに3段入ります。2段ですかね。はい。でプリントバランス非常にいいと思います。アーチでいいですね。で状態としましては、こちらも、特に目立った、ダメージや汚れ等はない一点かなと思います。表記があったとしたら XL はあったのかなと思いますね。自分が全然ゆったりと着用できるサイズ感となっております。この辺大きく切れるのすごい嬉しいポイントかなと思います。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続いてこちらですね、こちらもタグは欠損してしまっております。でこちらダブルフェイスのものになりますね。はい。で、赤ボディなんですけど、こちらも、状態としましてはこういう感じで、汚れやシミがあるのと、バックは、はい、大丈夫ですね。はい、状態です。で、こちら全体的に赤がフェードしたボディとなっております。で、こちらもサイズ表記あったとしたらラージぐらいかなと思います。着丈はだいぶ縮まっちゃってるんですけど、自分がまだ着用できるサイズ感は残ってます。で、こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。それでスペシャルを一点ご紹介させていただきます。じゃあ、両部位の個体となっております。はい、でフロントとバックにステンシルが入りますね。
で白ボディなんで、状態としましては全体的にこういった感じで、シミ汚れが飛んでしまっているというところと、あとこちらにリペアが1点ございます。ただ、リブのところだったりはそこまでまだダメージは来ていないのかなと思います。でバックもですね、同じく、シミ汚れが全体的には飛んではいます。はい。ただ着用が気に支障が出るほどの致命的なダメージ汚れはないかなと思います。こちらサイズも結構かなり大きめですね。自分が肩を落として着用できるサイズ感がまだ残ってます。この辺お探しの方おすすめです。こちらでお値段が 79,800 円と消費税です。続いてサンダルを1点ご紹介させていただきます。じゃあビルケンストックの個体になりますね。こちらですね、サイズが41ですね。結構ゴールデンサイズのサイズ感だと思います。こちらソールもまだすり減りがほとんどなく、まだまだ履いていただけるコンディションかなと思います。レザーも全然シワ等も寄ってないですね。でこちらでお値段が7800円と消費税です。続いてベルトを1点ご紹介させていただきます。こちらになりますね。780年代頃のベルトかなと思います。でまだベルトのこの辺も穴にダメージもなく、まだまだ使用していただけるコンディションかなと思います。でこちらサイズが38ですね。はい、こちらです。でこちらでお値段が6800円と消費税です。続いてこちらですね、ミッキーのフラッグになっております。でこちらワッペンで、入っているのと、ね、アメリカの国旗にミッキーがいるというものになってます。ほんとこの辺インテリアとして、使いいただけたらいいアイテムかなと思います。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ヨーヨーキルトっぽいような、ブランケットになっております。はい、こういう感じで、カラフルにいろんな刺繍が入ってますね。そう、こちらサイズがだいぶでかいので、ウェブスターの方で詳しくは写真をご確認していただけたらなと思います。でこちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてジャケット類のご紹介させていただきます。まず最初にこちらですね、チャンピオンのタグがつきます。サイズ表記がラージで 100% ナイロンのボディとなっております。でジッパーがロケットタロンが採用されてますね。でフロントに刺繍が入って、で裾に C マークが入ります。でバックには USA とラバープリントで入ります。でこちら本当ワンウォッシュ程度の個体かなと思います。非常にコンディションいいです。でサイズ表記ラージというところで、まだまだ自分が、ゆったりと着用できるいいサイズ感になっております。この辺のトラックジャケット今流行りなので、チャンピオンで他と差をつけていいかなと思います。でこちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがこちらです。でサイズ表記探したんですけどちょっと見当たらなかったですね。でジッパーがこちらです。で黒ボディにこちらにチェーンステッチが入っております。でバックは無地でシンプルな個体ですね。はい、で状態としましては全体的にペンキ飛びやこの辺も気持ちステッチのほつれ等はございますが、雰囲気よく仕上がった1点かなと思います。はい、サイズ表記があったとしたらミディアムぐらいかなと思います。まあ、自分がジャストで着用できるいいサイズ感となっております。でこちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続いてこちらですね、タグがこちらです。はい、でこちら40年代頃のカバーオールとなっております。でしっかり肩も脇もトリプルステッチ、すごい嬉しいディティールかなと思います。この辺ほんとかっこいいですね。で状態としましてはこちらに数箇所汚れと破れがあるというところと、あとはまあそこまで致命的なダメージや汚れはないかなと思います。サイズがだいたい40から42程度のサイズ感となっております。自分が程よく大きく着れるサイズ感となっております。でこちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、じゃあブランドがストロングリライアブル答えになっております。
で、ダック地に裏地が、ブランケットがついてて、襟がコーデュロイの切り返しになっているものとなっております。で、タグが、ちょっと欠損してしまってますね。はい。でも全体的に、ダックのあたりがすごい良い雰囲気が出てます。で、状態としましては、こちらコッケーのところが、ステッチの抜けだったりとか、あとフロントもですね、こういう感じで、ポツポツと、全体的に来てはいるんですけど、ただ本当に、もういい雰囲気に仕上がってる一点かなと思います。はい。で、サイズが、こちらが、そうですね、SML で言うと L ぐらいありそうなサイズ感ですね。自分がガバッと着用できるいいサイズ感となっております。この辺ほど作ろうと思ってできる雰囲気じゃないので、お探しの方おすすめです。こちらでお値段が39,800円と消費税です。続きまして、ハンティングジャケットのご紹介です。タグがこちらですね。スーパーダックスとカーハートのダブルネームのものとなっております。で、こちら、ボディがダック地で、襟がコーデュロイの切り返しになっております。はい。で、全体的に、ダックのいい当たりが出てますね。ただその状態としましては、ダックのいい雰囲気は出てるんですけど、目立ったダメージや汚れはそこまでない個体かなと思います。はい。で、こちらサイズが46という結構ビッグサイズになっております。自分がかなりガバッと着用できるいいサイズ感になっております。この辺サイズでかいのお探しの方おすすめです。で、こちらでお値段の方が 39,800円と消費税です。続いてパンツ類のご紹介をさせていただきます。まず最初にリーバイスですね。こちら501となっております。パッチがこちらです。でサイズが3430の表記となっております。しっかりまだタブも残っておりますね。で全体的にまだ色が残っている個体となっております。はい、本当にうっすらとシミが出てきており、レギュラーの中でもすごいいい色落ちしそうな個体ですね。でこちら、実寸でウエストが32のレングスが27となっております。この辺気持ち、腰で落として履いてもかっこいい点かなと思います。でこちらでお値段が 15,800円と消費税です。で続いてこちらですね。はい。タグがこちらです。で、裏地が、ネルバリの個体となっております。で、全体的に色も非常に残っている個体となっております。で、バッグがこういった感じですね。で、ジッパーが、スコービルジップが採用されております。で、こちら、若干フレアになっている個体となっておりますね。で実寸の方がウエストが34インチ、レングスが32インチです。自分にはちょっと大きいサイズ感なんですけど、この辺足の長い男性、非常におすすめです。こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい。タグ、いや、パッチがこちらですね。ランチクラフトのものとなっております。で、こちら、ジッパーが、タロンジップが、採用されております。で、全体的に、まだ色が、残っている個体かなと思います。で、ペンキ汚れが、だったりとか、これサビ汚れ、非常にいい雰囲気が出てますね。で、綺麗に縦落ちも入ってます。で、バックも、同じく縦落ちが、綺麗に入ってますね。で、こちら実寸で、ウエストが36インチ、レングスが28インチですね。非常にゴールデンのサイズ感かなと思います。ウエストベルトでギュッと縛って、アンクル丈で、かっこいいアイテムかなと思います。こちらでお値段が 25,800円と消費税です。続いてこちらですね。はい。トップボタンですね。はい。ローバックスのものとなっております。で、ジッパーが、片爪の、タロンジップじゃないですね。すいません。グリッパージッパーが採用されております。で、バックがこういった感じです。レザーパッチが付くものとなっております。でこちらほんと50年代頃の個体でしょうかね。なかなか古そうな雰囲気出てます。で、綺麗に全体的に縦落ちが入っておりますね。で、こちらサイドステッチがゴリッゴリに長いです。はい。で、こちら実寸の方がウエストが38インチ、レングスが32インチです。この辺、デカ履きして、ロールアップしても、かっこいい一点かなと思います。こちらの方でお値段が 49,800円と消費税です。続いてこちらですね。
の 101Z になりますね。で、再度黒タグで、表記がウエスト36となっております。で、バックがこういった感じですね。で、パッチとピスが欠損している個体となっております。で、リーらしい綺麗な縦落ちが入ってますね。で、しっかり濃淡も出ております。で、レングスもしっかりオリジナルで、こちら、片耳の個体になりますね。まあ、全体的にリペア等は入っていなくて、まだまだ履いていただけるコンディションかなと思います。で、実寸の方がウエスト36インチ、レングスが31インチです。リーだとやっぱりレングス長い個体が多いので、31インチだったらサイズがハマる方多いサイズ感かなと思います。で、こちらでお値段が 59,800 円と消費税です。はい。続いてリーバイスですね。じゃあ501のパッチがこちらですね。まだ読めるですね。3631の表記が読み取れます。で、赤タブスモール E でポケット裏がシングルステッチ。66前期の個体となっております。で、ボタン裏が6番ですね。はい。で、こちらも非常にもうワンウォッシュ程度の色かなと思います。で、当然耳付きの個体ですね。はい。この辺表記もゴールデンサイズですし、レングスもしっかり短い個体で色も残っているっていう、言うことない一点かなと思います。で、こちら実寸の方がウエスト34インチ、レングスが29インチです。非常にゴールデンサイズの一点ですね。はい。サイズハマる方多いし、お探しの方多いところかなと思います。で、こちらでお値段の方が19万8000円と消費税です。はい、続きましてこちらですね。こちら501のビッグEの個体となっております。で、パッチがこちらですね。インジが薄れてしまってて、レングスがおそらく35かなっていう表記ですね。で、こちらもまだまだ非常に色濃いですね。もう8割5分ぐらい残っているかなと思います。ダメージやリペア等も特にないですね。で、しっかりレングスも当然オリジナルレングスですね。で、こちら耳も当然つく個体ですね。で、こちら実寸の方でウエストが35インチ、レングスが33インチとなっております。まあ、この辺、ほんと足が長い方がジャストに測れてもいいと思いますし、ロールアップして測れても全然雰囲気出るかなと思います。はい、で、こちらでお値段が25万8000円と消費税です。お探しの方おすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。明日がベルベージン遊歩道店の入荷日となっております。本店&ベルベージンフェイクアルファもまだまだ入荷商品でいいのがありますので、ぜひ足をお運びください。ありがとうございました。